12レース2号艇の金子隆介選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は今年の7月に輸出3着となって以来ということになりました。今回はフライング休み明けなんですけれども、2連対率は25%のエンジンです。全権乗った感じはいかがでしたかえーと普通はありました。はい。はい 前回の記念では後輩の河野聡志選手が乗っておられたんですが、うん、プロペラはそのまま乗ってみられたえと、ね、ちょっと叩きました少し叩いて、はいはい、今回から温水パイプがついているんですけれどもそれも踏まえてじゃあちょっと叩いて普通あればこの数字を考えればいいかなあそうですね数字を考えれば上等じゃないですかねははい。はい。今回は休み明けでちょっと季節も変わってきているところなんですけれどもそうですねははい。はい。どんな一節感にしたいですかまああのー プロペラしっかり合わせたいなとは思ってます。秋口の調整に入ってきますもんね。そうですね。はい。前回の7月はダービー出場をかけた大事なシリーズがこの小島だったわけですが。今回はダービーを控えての小島です。はい。はい。リズムアップといきたいところですね。まあ、そこはあんまり考えてないんだけどね。はい。まあ平常心でいつも通り。はい。では一節間にかける意気込みをお願いします。はい。小島大好きです。一生懸命走ります。応援お願いします。